ちゃっ、こんにちは。はい、豊さん、今年本当に外国人選手がもうね、はい、日本人みたいなもんだな。ああ、だからもう、いや、この球団やめました、かもうアメリカ海の向こうに帰りますよって言ったら、うん、はい、梨のつぶてで連絡先もつかないとかさ、はい、なんかこう日本の方が、いや、この選手使える、この選手使えるみたいな、うん、各球団情報が回るよね、いろいろ回ってますね。回るってなんかあったな。 なんですかそれ。いや、でもそうなんですよ、巨人がほぼほぼウォーカー選手以外全部の外国人選手切っちゃいましたよね。そうだな。その一人がまずメルセデス投手 CC。 いや、これはね、俺は使えると思うよ。あ、ま、いや、故障がないってなるとやっぱ使えるよ。やっぱテンポはいいしさ、うん、あの球は6回ぐらいまでだったら使えると思う、うんうん、そうですよね。ああ、だからどっか取った方がいいと思う。あ、記事に出てるのは他球団が動き出してると。いや、そりゃそうだろう。このピッチャーってなかなかこんなんいないよ。コントロールは別に悪いわけじゃないしさ、だから俺はいいピッチャーだと思うし、だからそれ以上のものを取ってこようとすると、うん、やっぱ枠を開けなきゃ取れないから、はい、だからジャイアンツはメルセデ、あの CC よりもいいピッチャーを取ろうとしてるんじゃないの。それはもうしょうがないよね、それは。ビーディー投手を獲得したっていうのもありますけど、はいはいはい、うん、メルセデス投手出しちゃったということは、ね、いや、これはそんな高い選手じゃないと思うし、5400万円とか4000何百万円、いや、取った方がいい。多分じゃあ来シーズンはもしかすると他球団でやってる NPB やってる可能性高いですか。いや、高いと思うよ。そうですよね、うん、だから癖玉なんだよね、ちょっとね、うん、カット系で右バッターの懐には入ってくるし、はい、俺は勝てるピッチャーだと思ってるけどね。で、安いもん。そうなんですよ、ね、代理人がな、どうなのかというな。セ・リーグでもパ・リーグでもどこの、あの、どっちでもメルセデス選手だったらいける。パ・リーグ向きかもわからんね。もう投げるだけでいいっていう、はい、オリンピックの時、うん、すごく苦しめたからね。あ、日本戦で投げてきたんだって。その時苦しんだよね、少しね、日本のバッターたちが。やっぱそのぐらいのポテンシャルを持ってるピッチャーだから、はい、そりゃもったいないよ、これ切るのは。そうですね、あ、じゃあ来シーズンもどこかで見られそうですね、まずメルセデス投手、うん、テンポがいいでしょ。もう解説やってて楽しいピッチャーだよ。ですよね、一球一球長いのはもう疲れちゃうなの。確かに。つなげるんだよみたいな。はい、そうですよね、はい、で、ソフトバンク、はい、これグラシアル選手、デスパイネ選手、はい、そしてレイ投手がこれ NPB の名簿から外れたということで、この選手たちもただいわゆる自由に、自由契約だね、はい、デスパイネはね、はい、どうかなって思うよね。でもグラシアルはいる。いりますか。使える。お、万全であれば、はい、うん、使えるし、レイもそう。あの、レイ投手ね、そうですよね、挑戦で、うん、なんでかね、そんなに変えたがるのかね。なんですかね、契約の金額なのか、それとも新たに獲得する目処が立っているのか、構想からするとも。でもデスパイネもね、クライマックスシリーズだったかな、ソフトバンクやった時、山崎総一郎からのホームラン、はい、あれを打てるって言ったらまだまだできるなと思うよね、まあ、だけどちょっと太りすぎてることもあるし、はい、まあ、その太ってることが怪我につながるんじゃないかっていう懸念はされるよね。そうですね、うん、例えば野手であれば DH があった方が、あるチームの方が、いや、グラシアルは守れるし、ね、はい、うん、だからそれはもうセパどっちでもいけるし、まあ、デスパイネが残るとすれば DH だよね、はいはい、これはもう守れないし、そうです、ね、だからセ・リーグ向きではないということ、腹からね。グラシアル選手は どのチームとか、どうやろうな、まあ、中日も補強しちゃったからな、うん、でも欲しい選手のタイプではありそうですけれどもね、中日は、ね、まあな、だからレイなんかはどこも欲しいピッチャーだと思うよ。そうですよ、横浜取らんかな、あ、DeNA。もしかしたら今なんかね、動いてる可能性もある、可能性ありますよね、はい、レイ投手なんか。そして、はい、ロッテ、ロベルト・オスナ投手が名簿からこれ外れました。外れた。そうなんです。なのでロッテも今吉井監督がぜひ抑えとして、いや、そりゃそうだろう、で交渉中なのでロッテがまだ入ってる、来てるわけではないんです。メジャーの抑えでタイトルホルダーだよね、やっぱ見てていいもんね、これなんでこれは名簿から外れた。まあ1年契約だったんじゃないの、契約が。だから自分をフリーにして、はい、まあ、あとはお金の高いところと契約するかなっていう。まあ確かにいいピッチャーだよ。そうですよね、なかなかいないよ。で
ソフトバンクがもう獲得に動き出してますという情報が出てきました。動くわな。でソフトバンクは阪神のガンケル投手獲得が決定というふうにも伝えられているので、もうなんかソフトバンクも根こそぎ行くようになったなもう優勝でしょうか。でロッテは残ってほしいと。いやそりゃそうだろう。でもセリーグ、うん、ヤクルトが動くかも。ヤクルトがマクガフが辞めたから、はい、そうですメジャー挑戦で退団したから、はい、うん、そしたらここにオスナが来たら、はい、ほらいやもう鉄板です。鉄壁になりますよね。もう記事には木澤投手がうち抑えやりたいですっていう風に表明はしたみたいなんですけど。いや表明はするだろうけども、はい、そこまで その信頼度があるかどうかね。あ、まあ、そうですよね、うん、他も名乗り出る球団とかちょっと調査したいなっていうところありそうですね。取れるんであればどこでも取りたいと思う、うん、あ中日はいらないかな。いますね。中日はいるもん ね、はい、でも欲しいだろうな、いろんな球団が。そうですよね、うん、で西武も欲しいんじゃない。平良が先発行くって言ったら。あそうですね、うん、まあ、そういうことを考えると、うん、欲しいところはたくさんあるだろうな、オスナは。そうですね。だからこうなってくると代理人の方がやっぱりこう金額だったり条件っていうのを、あの球団出しましたよ。オタクは、オタクの誠意はどうですか。そうやりそうですね。なあ、はい、言いそうだろ、はい、うん、いやこれは誠意とは受け取れませんみたいな、そんな感じじゃないか。いやでもそうですね、代理人だってやっぱ仕事なのでそれが。そうそうだね、はい、完成点でパーセントでもらえるからね。そうですそうです。ただちょっとこの今日挙げた投手選手たちはびっくりしました。いやまあ、あの CC はねハングリー選手持ってるんだよね、うん、まだハングリーなんだよ。もうどうしても勝ちたいとかさ、なんとかして勝ちたいっていうのがもうありありなんだよ、うん、そういう選手っていうのはやっぱ取っとくといいかなと思うよね。そうですよね。やっぱ今シーズンだったりあの桑田コーチとの、ね、ベンチとマウンドの目のやり取りとか。泣きそうだったからねもう本当そうですね、桑田コーチの方やっぱ見てっていうのもあったので、うん、まあね日本の野球大好きでしょうし。まあそうだね、うん、だからまあ日本で成長した選手の一人だしね、はい、まあ、日本ではやりたいだろうけども、うん、本当に使えるし。そうですよね、うん、メルセデス、CC、はい、あオスナ、これはもう太鼓判だよ、はい、あとレイ投手、まあ、レイもいいな、うん、グラシアルレイ投手。なんでなんかな、なんでなんでしょうかね。そこ本当気になるんですよね。なんでなんてうちで流行ってんだよえ、いいで、ね、なんでなんでなんて言ってそれどっから入ったんですか。香川の方のね、はい、めいっ子というか。あなんでなんでなん言って。いいですけどねまあ言うんだけどもね、はい、まあだけどそういう日本ってすごく治安もいいし、うん、外国人に対しての扱いもね、うん、まあすごくいいと思うんだよね、はい、だからメジャーはすごく魅力のあるところだろうけども、やっぱ生活とかいろんなことを考えると日本のね環境っていうのはいいと思うんだよね、うん、で家族的だしさ、はい、やりたいと思ってる外国人の選手たちは多いと思うし、はい、使える選手がいるから多いですよ ね。これ期限っていつ頃、外国人選手ってちょっと遅めでも。いやだけど日本でできないんだったらメジャーに挑戦したいとか、うん、まあいろいろあるだろうから、まあ、早く決めてあげた方がいいと思うけども、まあ日本の球団も大体年内までには全ては終わって、そういう行事がね、うん、翌年迎えて2023年のシーズンに向かいたいっていうのがあるから、うん、12月いっぱいで決まるんじゃないかなって思うけどね。じゃあちょっと今月バタバタと動き出てきそうですね。そうだよ、まあ、それを見逃さないように、はいはい、見逃せないといえば、はい、いよいよ明日から最後のノック始まります、ようやくです。覚えてんのかな今あって言った方もねいらっしゃるかもしれませんが、いやもう本当にね、まあ、時期的にはね、はい、夏の暑い時に、うんね、集まってもらって面接から始めて、はい、面接だけで涙が出たというね思いたし、元気にしてるのかなとか思うけどもね、うん、でも本当来てくださった方のそれぞれの野球への思い出とかそのヒストリーとか、まあ、そうだな、人それぞれあったので、まあそれはあるよな、はい、だからいろんな思いが詰まった動画にはなってると思うしね、はい、これは3本立てで、うん、前編中編そして後編最後、そうというぜひご覧ください、はい、皆さんご覧ください。ちょっと対策になってるんでねそうですね、ちょっとまた豊さんも涙し、あなたも涙という、はい、皆さんもきっとみんなが涙と、はい、すると思うので、ぜひ楽しみに明日から待っていてください。はい。